何を作りましたか？ランダムで動く相手をなんかひたすらに追いかけるゲームです。どのように作りましたか？なんか自分で動かせる時期と、まあ、勝手にランダムでなんか画面内を移動する相手を作って、当たったら、スコアがどんどん伸びていくふうに作りました。どこが難しかったですか？ランダムに動く設定を作るのが一番難しかったです。